はい、それでは始めさせていただきたいと思います。これだとちょっと顎が引っ張られて顎の筋肉が最近衰えを感じますね。はい、ではちょっと、最初に一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。今日も主が私たちを生かしてくださっていることを感謝します。私たちは過去に起こったことを見ることはできません。しかし聖書が何が起こったかを証言しています。聖書の証言を通して私たちが今過去を振り返ろうとしています。どうぞ私たちに知恵を与え、力を与えてくださって、主の御業を理解することができるように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、これはグランドキャニオンの写真なんですけれども、グランドキャニオン行ったことのある方どれぐらいいますか？はい、はい、何人かいますね。はい、浜田さんは見てどうでした？グランドキャニオン。あのままそうですね、どんな印象を受けましたか？まあ印象、まあなんかこうやっぱ地層みたいな、こうなんかね、こう層があるなって言って、やっぱ壮大っていうか、そうですね、高校生の時だったんですけど、まあ連れて行ってくれて、まあそうですね、ポカーンと見てたって感じで、はい、その後ろの方はすいません、いかがでしたでしょうか？見て、なんか壮大で、落ちたら怖いなって思って見てたんですけど歴史をすごい感じました。どんな歴史を感じました？長い歴史みたいな、はい、その地層が、長い年月をかけてこれができたんだなっていう感じでしょうかね。はい、はい、なんで長い年月をかけてできたと考えました？年月が経たないと地層にならないんじゃないかなと。教えられたからですね。はいありがとうございます。はい、ちょっと誘導したように思いました地層の出来方に関して2つの考え方があります。一つは短い時間で急激にできたという考え方です。もう一つは今言ってくださったように長い期間をかけてゆっくりできたという考え方ですね。皆さんはどっちが正しいと思いますか？もし長い期間をかけてゆっくりとできるっていうふうにしか教えられてない人はそうなんだって思ってしまうわけですね。あ、すごいこの歴史のロマンを感じるって思うわけです。じゃあ短い期間でできるっていうふうに考える人たちはなぜそれが短い期間でできると考えるんでしょうか？実は天変地異が起こって一気に地層が堆積したという考え方があります。その仮説を立てた前提は何かっていうとノアの洪水です。地球規模の大激変、聖書に書いてありますね。創世記7章から9章にかけて書いてあるノアの洪水ですね。その時地球上のどれぐらいが水で覆われましたか？全地球が水で覆われたと書いてあります。進化論を信じるクリスチャンはそれを信じられません。例えばですね、当時の聖書が言っている当時の歴史、まあ、世界っていうのはメソポタミア地方だけを指していたとかですね、いろいろ理由をつけてこのノアの洪水っていうのはメソポタミア地方を襲った洪水だって考えたりするわけですけれども、聖書は何と言っているでしょうか？
最も高い山よりも水かさが増したって書いてあるんですね。ということは当然世界中が覆われるわけです。この天変地異によってノアの洪水によって大洪水が起こり、その大洪水の力によって地層ができた、こういうふうに考える立場を激変説と言います。でこの激変説は18世紀まではですね、多くの人が信じていました。それは聖書を信じていたからですね。じゃあこの激変説で化石はどのようにしてできたと考えられるでしょうか。魚がですね、ルンルンとこう泳いでいるわけですね。ノアの洪水が起こりました。ギョッ土砂が降ってくるわけですね。土砂っと降ってきた土砂によって魚が埋められてしまった。で時が経って化石になる。皆さん化石ができるのにどれぐらい時間かかるか知ってますか。どれぐらいだと思います。この間の授業で言いましたね、条件さえ整えば1日でできます。で今私時々化石を作る実験をしていて、でそれがどういう形だとベストなコンディションで化石ができるのかっていうのを今調べてます。今回持ってこなかったですけれども、またこの4センチぐらいですねで化石を作ります。それ以上になるとお金がいくらあっても作れないというか、実際のノアの洪水を再現することはできないので、もう小さいのでもすごいお金の実験装備設備を整えなくてはならないんですけれども、でもこれぐらいの化石が、化石っていうと誤解されるかもしれませんけれども、化石とそっくりのものができます。もう一つの仮説ですね。地層は長い年月をかけてできたっていうふうに考える説があります。その説はなぜ信じられるかっていうと、信じている人たちが信じるかっていうと、創造主はいない。そう考えるからですね。創造主はいないから、創造主によって書かれた聖書っていうのは全く絵空事だって考えます。そうすると超自然的な働き、創造主の介入っていうのをとにかく排除して考えます。全て自然主義という考え方ですね。この自然主義によって考えて地球規模の洪水なんていうのはなかった。現代起こっているような自然災害っていうのはあったろうけれども、でも地球全土を、地球全体を巻き込むような洪水はない、そういう立場で考え始めます。こういう考え方を聖一説というふうに言います。これを最初に言ったのはジェームズ・ハットンという人、聖一説という言葉はもうちょっと後ですけれども、現代起こっている、地球上で起こっていることと同じことしか過去に起こっていないっていう考え方はジェームズ・ハットンという人が考え出しました。18世紀ですね、1770何年かですね。これは現在は過去を知る鍵であるっていう言葉に要約されます。現在起こっている出来事が地球上で過去にわたってずっと起こってきたっていう考え方ですね。創造主の介入はないっていう考え方です。だから地球は地層ができるのには何億年も必要だっていうことですね。例えばこういう地層があったとして、だいたい1ミリから2ミリの地層ができるのに、聖一説を信じる人たちはだいたい1年かかると考えています。1ミリか2ミリの地層ですよ、1年かけて積もると考えます。長い年月、海の底にですね、
川によって運ばれてきた土砂が薄く引き伸ばされて少しずつ毎日堆積していく。で1年か2年で1ミリ2ミリの地層ができる。10年経てば5ミリから10ミリ、100年経てば50センチから1メートルですか、あ違う、1000年で50センチから1メートルですかね。そういうふうにそれだけ長い年月がかかるんだから、現代の地層ができるのには何億年もかかるに違いないっていうのが成立説ですね。この立場では化石がどうして作られるかっていうと、魚が死んだら海底に沈みます。沈んで長い年月をかけて、何十年も何百年もかけて少しずつ少しずつ埋められていくって考えます。そして最後に完全に埋め尽くされて、そしてやがて化石になったんだ、そう考えるわけですね。皆さんはどっちの考え方が実際に起こると考えられますか。土砂がどしゃっと降ってきて埋められて化石になったのか、長年かけて少しずつ少しずつ埋められて化石になったのか、どうですか。土砂が土砂だと思います、はい、もし少しずつ埋められていくとしたら、皆さんが海に行ったら何を見ることができるでしょう。生物の死骸がたくさん海底にいるはずですね。でこの魚はまあ10センチぐらい積もってるから、100ミリだからだいたい50年か100年経ってるかな。あこっちはまだ5ミリぐらいだから、まだ数年かな、死んでからですね。そういうの見られます？誰も見ないんですよね。なんででしょう。魚は死んだら腐ったり、エビとかカニに食べられたり、まあ結局バラバラになってしまうわけですよね。化石になりません。皆さんこういうふうに長い年月をかけて少しずつ埋もれて化石になるって学びませんでした、教科書で。こういう絵が多分出てたと思いますね。これは実際起こっていることでしょうか。検証できるでしょうか。誰も見たことがないんです。そうですよね。こういうことで化石にはなりません。でも一気に圧縮されて、そして熱が加わるならば化石になります。化石が出てくる地層の周りにはよく溶岩が流れた跡があるんですね。ですから圧縮されて大量の土砂が一気にかかって、そしてその近くを溶岩が通ったら、そしたら化石ができます。私がやってる実験もそれと似たようなことをしてるんですね。だいたい30トンぐらいの圧力をこの4センチにかけるんですね。プレスします。でその後200度から300度ぐらいの熱で、熱の中にそれを入れるんですね。そうすると1日もまあ12時間ぐらいそうしておくと化石のようになって出てきます。皆さん化石ができるのに何百年も何千年もかかると思っていませんでした。この実験はですね、実はブリストル大学というイギリスの科学者、大学の科学者たちがこうするとこういう実験をしたら化石そっくりのものができたっていう報告があったんですね。でそれを再現実験しているんです。で彼らの実験はまさにノアの洪水が起こったならこういうことが起こるだろうなっていう実験ですね。彼らは進化論を信じてますので、そのようにして短期間で化石ができたとは思っていないんですけれども、こうすると化石そっくりのものができるっていうことは発表したんですね。ちゃんとその成分分析もして、あ化石と何ら変わらない、
ていうことも調べています。化石はノアの洪水が起こったらできてしまうということですね。すごいと思いません？どれぐらいの時間がかかったでしょう。ノアの洪水ってどれぐらいかかったでしょう。知ってます？松本さん、聖書からノアの洪水ってどれぐらいだったって。1年ぐらいですね。1年と10日です。答えようと思ったら答えられてしまったっていう感じですね。はい、はい、皆さんはこのグランドキャニオンですね、削り取られたのは長い年月をかけて削り取られたと思いますか、それとも一気に削り取られたと思いますか。どうでしょう。激変説っていう考え方は聖書に基づいた考え方です。ノアの洪水とかいろいろな天変地異によって地形が変わったり地層ができたり化石ができたりという考え方ですね。聖一説の考え方は天変地異じゃなくて毎日少しずつ起こっている現象によって、こういうのができるんだっていう考え方です。これは聖一説は進化論の土台となっている考え方です。激変説の土台は聖書ですね。1929年に、この北アメリカの東部ですね、カナダの東部の沖グランドバンクスと呼ばれるところで地震が起こりました。大地震ですね。グランドバンクス大地震と呼ばれていますけれども、この時に、ここがグランドバンクスですね。でこのグランドバンクスのあたりには当時ニューヨークからイギリスとかヨーロッパに電話を、電話回線をつなぐための海底ケーブルが敷設されていました。今も敷設されていますけれども、でこの下の絵を見ていただくと赤い点々が見えると思いますけれども、こういう見えますかね、赤い三角ですね、はい、これは何かっていうと海底ケーブルが切断された場所です。でアメリカとヨーロッパとで電話をしている人たちがプツンと突然電話線が切れ、通話が閉ざさ、切れてしまうわけですね。でこの時間が何時何分何秒だったかっていうのが正確に分かりました。でなぜこれが切れたかっていうと、海底を土砂がドシャッとこう流れて、そして一気にケーブルを切っていったっていうことが分かったんですね。でその時の海底を土砂が流れる速度っていうのは100キロ以上です。すごい、ものすごい大量の土砂が一気に流れ下ったわけですね。でこういうふうにして土砂がドシャッと流れるんだっていうことがしつこいですね分かったわけですね。でこの、写真がですね、切断された海底ケーブルですね。でこのことがあってから土砂っていうものは一気に流れて、そして、地層になるんだっていうことが分かってきました。でこれを混濁流というんですけど、流れをですね、土砂がドシャッと流れる流れを混濁流と言います。地震とか大洪水とかそういうもので地盤が崩落します。そして流れていくとこういうふうに粒の大きさで分かれるので一気に何層もの地層ができてしまうわけですね。でこういうふうにしてできた地層をタービダイトと呼びます。でこの事実が発見されたのが1929年で、そのことで、地質学者の、名前を時々忘れるんですけれども、地質学者の誰でしたかね、誰かさん後で出てきますけれども、
シカゴ大学の教授がこの地震とか洪水とかがあればこういう地層っていうのは一気にできるんだって発表したんですね。でも当時の科学者たち、地質学者たちはそれはとんでもない考えだと思いました。まるでノアの洪水が起こったらそういうことが起こるっていうことを言っているようなものだったからですね。で、彼は君は聖書でも信じているのかねってバカにされたんですね。彼は信じてないんですけど、聖書を信じてないけれども事実として、ブレッツ博士ですね、シカゴ大学のブレッツ博士はこれが実際に地層っていうのは短時間でできるんだっていうことを発表しました。でですね、ですね、性質説の考えではですね、これはグランドキャニオンの絵なんですけれども、ランドサット衛星で写した写真ですね。で、この白くなっている部分、これは雪がかかってるんですけれども、グランドキャニオンはその高い山の部分ですね、白い部分は高い山になってるんですけれども、一枚岩です。本来一枚岩なんですけれども、岩山を貫通して走っているのがグランドキャニオンですね。で、グランドキャニオンはどうしてできたのか、皆さん進化論者たちの答えを聞いたことあると思いますね。真ん中、このグランドキャニオンの底のところをコロラド川が流れています。で、このコロラド川が長い年月をかけて少しずつ少しずつこの峡谷を削り取っていったんだ、そういうふうに教えられているわけですね。だから皆さんは峡谷っていうのは長い年月をかけて川が削り取ったからできるんだ、そう信じてると思いますますよね、はい、本当ですか？誰も見たことがないわけですよね。グランドキャニオンがどうしてできたか見た人はいません。で、この説の問題点は何かっていうとですね、川がコロラド川が流れていくとしたらですね、この白い部分、これは高い岩山です。コロラド川がこの岩山を登って反対側に降りたっていうことですね。それが何年も続いて、何百年何千年って続いて、それでこの少しずつ峡谷を削り取っていったっていうことです。そういうことは起こるでしょうか？起こらないわけですね。進化論者たちはそのことを発表しないで、ただコロラド川がこれを削ったってだけ言っています。創造論では何でしょうか？どう説明するでしょう？ノアの洪水の時、ノアの洪水の150日目が過ぎた時に水が引き始めるわけですね。水が引き始める、水引く水の勢いってどれぐらいだと思いますか？皆さんは川の中に入ったことありますか？ね、ゆっくりの川だったらいいかもしれませんけど、流れの速い川、すごい力で引っ張られますよね。土砂も一気に水が流れれば、実は峡谷も切り開かれてしまいます。皆さん鋼鉄ってどうやって切るかご存知でしょうか？鋼鉄のカッター、水と砂粒です。高圧の水を砂粒と一緒にぶつけるんですね。それで鋼鉄を切ってしまうんです。ノアの洪水が起こったとき、水が引いていくとき、そこにあるのは砂粒と水ですね。ものすごい水流です。峡谷を簡単に切り開いてしまうんですね。どれぐらいの時間をかけて？一瞬です。一瞬って言っても、その水が流れていく時間ですね。ですから、ノアの洪水が起こってその水が引いていくとき、こういう峡谷はできてしまうっていう。
ですね。どちらの説が正しいでしょう。聖書に書いてあるノアの洪水が起こったならば、こういうことが起こってしまうわけですね。どうですか、悠久の長い歴史を感じましたか、それともノアの洪水が本当だっていうことをここから感じるでしょうか。1980年にセントヘレンズ山という山が噴火しました。これがアメリカのワシントン州にあるセントヘレンズ山なんですけれども、で1980年までは北アメリカの富士山という異名を持つとてもきれいな山で、ここは観光保養地になっていました。ところが1980年の5月18日ですね、これが噴火しました。その瞬間がこれですね。噴火から10秒後の写真です。でこれはセントヘレンズ山から18キロメートル離れたベアミードと呼ばれるところから撮った写真なんですけれども、撮影したのはキース・ローンホルムさんという方ですね。で、この噴火によってですね、この噴火は真北に向かって噴火しました。普通山の噴火っていうと真上にっていうふうに思うと思いますけれども、この噴火は真北に向かって起こりました。そしてその時にこの北側の斜面ですね、埋め尽くされてしまいました。最初は平らだったんです。でもこれを見ると峡谷があるのが分かりますか。この峡谷の深さは40メートルぐらいあるんです。なんで峡谷ができたんでしょうか。ここの底にはタートル川という川が流れています。このタートル川が何百年も何千年もかけてこれを削り取ってできたんでしょうか。それとも何かが起こって峡谷ができたところを、その底をタートル川が今流れているんでしょうか。どっちが本当でしょうっていうことですね。ここはその峡谷の一部ですけれども、この地層の写真の撮影場所って書いてあるところがあるんですけれども、この地層右の方ですね、右の下一番下にエンジニア峡谷と書かれていて、その上ですね、地層の写真の撮影場所と書いてありますけれども、その写真が撮られたところの地層がこういう感じですね。下から上までだいたい40メートルあります。でこの地層が大きく見て3つに分かれているのが分かると思いますけれども、一番下の部分と、真ん中の、層がたくさん見える部分と一番上の黒い部分ですね。一番下の部分は1980年の5月18日の噴火で積もった地層です。そしてその上ですね、これは翌月の1980年の6月12日、噴火と火砕流と両方発生しました。それによって流れてきた土砂によって積もった地層ですね。一番上は1982年の5月19日、泥流が発生して堆積した地層です。これができるのにどれぐらいの年月が必要だったでしょうか。合計すると2年なんですけれども、でもそれぞれの地層自体は1日もかからずにできているんです。もし進化論を信じる地質学者をここに連れてきて、このここには40メートルの地層がありますけれども、これはだいたいどれぐらいでできたでしょうねって聞いたら、なんて答えると思います？
セントヘンズ山の噴火でできたっていうことを知らなければ、いやこれは何万年もかけてこういうのはできるんだよって答えるはずのところですね。実際は合計3日もかかっていないっていうことですね。でなぜここが峡谷になっているかっていうと、泥流が発生した時にこれを切り開いてしまったわけですね。はい、ですね、本当はここをもう少し詳しく話をした方がいいんですけれども、ちょっと別なスライドに変えます。これが噴火から14秒後ですね。ズームで撮った写真で、左側は噴煙と右側は岩と氷の煙ですね。でこの噴煙の速度ですね、時速320キロです。噴煙内の温度が350度です。皆さんここの中に痛いですか？でキース・ローンホルムさんは 18km 離れていたところで撮っていたんで写真を撮ったんですけれども、もう数秒後にはもうバラ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 ってこう石が降り始めるわけですね。北東にいたので真北ではなかったんですけれども、これは危ないと思って逃げ出しました。で後ろを振り返って撮った写真がこれです。稲妻がこの中ピカ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 ってこうなってるわけですね。火山が噴火するとその中で稲光がすることはよくあるんですけれども、例えば桜島なんか行ったことありますかね。鹿児島県のそこでは時々噴煙の中で稲妻が発生したりするのを見ることができますけれども、で彼はもう助からないと思ってどうしようと思って逃げてたら、たまたまこの土手みたいなその崖みたいなとこがあって、そこの下に人一人入れるぐらいの隙間があったので急いでそこに体を滑り込ませて助かったそうです。バタ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 周りでは石が落ちてくるわけですね、噴石が。でこのセントヘレンズさんが下のバツのついているところですね。で右上の端のところにベアミードというところがありますけれども、これがキース・ローンホルムさんがいたところです。で普段はここは林業の盛んな場所ですね。で、最初はこのセントヘレンズさんの北側すぐ上のところはゴートロックと呼ばれていて、岩盤ですね、硬い岩盤のところでした。でもセントヘレンズさんが噴火した後にはそこに2つの峡谷が出てできていました。左側がステップキャニオン、右側がルーイットキャニオンというところですね。で噴火から8分後の景色ですね。で、だいたいこれ9時間かけて噴火し続けたんですけれども、最初の時ですね。この時の、ですね、ここにちょっと出てこないですけれども、広島型原発3万3000発分でしょうかね。それぐらいのエネルギーがこの時発生したということですね。ランドサット衛星から撮った写真ですけれども、噴火の何分後ですかね、45分後の写真ですね。左上のところですけれど、ドーナツ状に
噴煙が出ているの見えると思いますね。でその日の午後ですけれども、こんなふうに噴煙がずっと東の方に行っているのが見えると思います。これはワシントン州のヤキマという町ですけれども、噴煙が降って真っ暗になってしまったので、日中なのに、その夜間つける街灯がついてしまった様子ですね。噴火が起こったのは朝の8時過ぎです。で、噴火の結果ですね、だいたい頂上、あの点線がもともとの頂上ですけれども、だいたい400メートルぐらい標高が低くなってしまいました。その分全部北側に流れ込んでしまったわけですね、土砂が。で約 1.5 立方キロメートルの岩石と氷、まあ、山の上には雪がかぶっていて氷があったわけですけれども、それが一気に北側に流れ下りました。でその時あの左の真ん中があたりに湖が見えると思いますけれども、これスピリット湖と呼ばれる湖なんですけれども、その土砂がドシャッといったことで、その波が対岸の262メートルの高さまで達した跡が残っています。また、その湖が90メートルの高さで、まあ、厚さで土砂が埋まったんですね。その結果湖の湖面の面積が 2.、まあ、大体2倍になったわけです。で湖面も60メートル高さが上昇しています。まあそれから最初の6分ですね、噴火して6分で390平方キロメートルの森林がなぎ倒されてしまいます。だいたい20キロ四方ですね。その時に亡くなった方が57名。で、あの大型の林業で使うようなトラックが簡単にひっくり返されてしまっています。これはですね、スピリット湖なんですけれども、もう吹き飛ばされた木が覆い尽くしてしまってますね、ほぼ。それから最初は北側の斜面きれいに埋め尽くされたんですけれども、その中には氷とか雪とかが混ざってるわけですよね。で温度が350度です。水は外に出たいわけですよね。でも上から蓋をされているわけですよね。でその場所によって、まあ、まるでそれは長い年月をかけてできたようなこういうものが、まあ、進化論で言えば長い年月かけて浸食したような地形が地割れによったり、まあ火砕流とか泥流が発生したりしてできてしまったということですね。特に最初の1週間はですね、その埋められた雪とか氷、それがまあすごい圧力でこう閉じ込められているわけですね。それで水蒸気爆発を起こして、こういうふうにドカーンって何度も爆発したということですね。それでできたのが、こういうクレーターですね。これも高さがだいたい30メートルぐらいありますね。この深さといったらいいでしょうか。地質学者に進化論ではこれをどういうふうに説明しますかっていうと、やっぱり長い長い年月をかけて雪とか氷とか雨とかそういうのがこれを削り取ってこういう深いクレーターを作ったんだ、そういうふうに答えるはずのところですけれども、実際はどれぐらいでできたでしょうか。一瞬です。本当に一瞬です。爆発でできたわけですね。これが1982年に発生した泥流なんですけれども、あの私がここに行ったのは何回かあるんですけれども、最後に行ったのが2010年ぐらいですかね。この時はあの2006年にまた噴火が起こって、こういうあのクレーターもまた埋められてしまったんですね。だからあの
これがあったらよかったのにと思って私すごく残念に今は見ることができないですね。で、この青い服の方はロイド・アンダーソンさんって言って、このセントヘレンズ山の噴火のことをいろいろ解説してくれる元牧師の方ですね、クリスチャンの方で、ここはセブン・ワンダーズ・ミュージアムっていうのを彼は作って、ノアの洪水が起こったら本当に短時間でこういうことは起こるんだよっていうことを説明しています。これはですね、家なんですけれども、屋根まで土砂っていうか泥流が発生した時ですね、その泥流に埋まってしまって、ここは3階ですね、はい。まあ、そういうわけで先ほどお見せしたような地層ができてしまったわけですね。これがステップキャニオンです。ステップ峡谷ですね。一枚のものすごい硬い岩だったところですけれども、噴火が起こって一瞬で峡谷になってしまいました。右一番上の真ん中辺にあるのがステップ峡谷と書かれています。その左側にルーイット峡谷と書かれていますけれども、このルーイット峡谷も噴火によってできたんですけれども、で これがルーイット峡谷の写真です。で、左のところにですね、水がこう流れ落ちて滝になってるんですね。これルーイット滝と言いますけれども、でそこのところを川が流れてルーイット川と呼ばれていますけれども、これができるのにはどのような方法でできたんでしょうか。水が流れてて長い年月をかけてこれを削り取ったんでしょうか。それとも峡谷が先に削り取られてその底を川が流れているんでしょうか。実際に観察されたのは峡谷の方が先なんですね。そして、地下水が集まってルーイット滝となり川となって流れているわけですね。峡谷ができる理由、実際にいろんな峡谷がありますけど、あちこちに、で峡谷があって川幅って本当に細いんですね。峡谷全体の幅に比べたらとてもその川が峡谷を削り取れるようなものではないわけですね。聖書通りにノアの洪水が起こったなら、峡谷が先にできて、そしてノアの洪水の水が引くときに峡谷ができて、それで、その後を川が流れるようになったって考える方が適切ではないかと思います。このことはたくさん話さなくちゃならないことがあるんですけれども、ちょっと先に進みます。これグランドキャニオンの地形なんですけれども、グランドキャニオンの地形は一般に中生代の、まあ、一番下の方はですね、先カンブリア紀、まあ古生代中生代までの地層がここに見られます。そしてグランドキャニオンよりも北の方には新生代の地層が見られるんですけれども、これざっくりですけれども、この古生代の地層っていうのは何が見られるかっていうと、化石がほとんど見つかりません。見つかるとしても一番表層の部分ですね。古生代先カンブリア紀の地層ですね。古生代の前の地層ですけれども、先カンブリア紀の地層からは化石が見つかりません。見つかるとしても一番上の層ですね。エディアカランと呼ばれる部分から化石が見つかります。で、古生代と呼ばれる地層からは一気に大量の化石が出てきます。進化論ではこれはだいたい5億年前っていうんですけれども、聖書に立って考えるとどうなるでしょうか。これはノアの洪水の最初に積もった地層だと考えられます。
さらに中生代と呼ばれる地層ですね。ここもこの1234に分かれていますけれども、一番のところ先カンブリア紀と呼ばれている地層ですね、進化論では。ここはおそらく天地創造の時およびノアの洪水前に積もった地層だと考えられます。だから生物の化石はほとんど存在しないわけですね。で、ノアの洪水が起こった時に最初に埋められた生物がこの表層のところにいる生物の化石ではないかと思われます。で、この古生代と呼ばれているところがだいたい1600メートルから1800メートルぐらいの厚さで積もっているんですけれども、ノアの洪水の最初のところで積もった地層だと思われます。で、中生代と呼ばれている進化論で中生代と呼ばれているのはノアの洪水の後期とこれ書いてありますけれども、新しい研究の、発見の成果によってこれがまだ洪水の前期に積もったっていうことが大体分かってきました。明らかになってきました。で、さらに、一番上のところですね、洪水後と書いてありますけれども、この新生代の一部までですね、ノアの洪水の新生代の最初の部分はノアの洪水の最後のところで積もったっていうことがだんだん分かってきました。これちょっと古い情報なので、でも概ね一緒ですね。こういうふうに1年足らずで大量の地層が積もってしまったっていうことが言えます。で、地層って皆さんまっすぐ平らに堆積してますよね、大抵は。で、もし長い年月をかけて一つの層が積もるんであれば、で、その層と層の間にもしこう、そうですね、進化論ではこう隆起と沈降を繰り返しながら、沈降している時海になって、その時に地層ができて、で、隆起するとその時は地層ができないっていうふうな考え方をこうして、それで何億年もかけてできるっていうふうに説明するんですけれども、もしこう地層ができてそれが上に出たらですね、そこでは雨が降ったり地震やいろんなことが起こったり、だから雨の跡とかいろんなその地形がこうくぼんだりとか、そういうのが見られるはずなんですね。でもこのグランドキャニオンの地層は真っ平らです。そういう長い年月があったならば雨とかいろんな地形が削られた跡とかがあるはずだっていうのがないんですね。全くきれいに平らになっています。それはどうしてでしょうか。ノアの洪水の時に水の中で全部堆積していった、そう考えられるからですね。またですね、これがですね、タピーチ砂岩層と呼ばれていて、一番下のところですね、この下のところを斜めにこうなってますかね、斜めになっているところの上に真っ平らにこうなっているところですね、その一番下の層がタピーチ層と呼ばれています。で、これが砂岩ですね。で、その層がこの部分です。ガチャガチャになっている部分プラスその上の部分ですね。このガチャガチャって見えるところはおそらくノアの洪水の本当に最初で、もう全部ひっくるめてガシャガシャってこう堆積したんじゃないかと思われますけれども、で、タピーチ砂岩層自体はその上の部分も含めてですね。あとこのですね、ココニーの砂岩層っていうのが一番上から3番目にあります。ちょっと見えにくいかもしれませんが、ここにココニーノというのが書いてあるんですけれども、で、そこから発見される足跡の化石ですね。この足跡の化石、ちょっと上向きのこう歩き方をしているの分かりますか。なんでこの生き物は上向きの足をこう、こういうふうな形でこう歩いていったんでしょうね。まっすぐ歩いているのに足は斜めなんでしょうね。
まっすぐ歩くのにこうだったら分かりますよね。でもこうなんですね。こう歩いてるんです。なんででしょう。科学者たちが実験したら、水の流れの中で歩いているときにこういう足のつき方をするっていうことが分かりました。これはノアの洪水が起こってその中をこの動物が逃げていたっていうことが分かるっていうことですね。おそらく小さい爬虫類の足跡ではないかと思われます。それから あと10分ぐらいですかね。あと5分、4分、3分。はい、はい。これはですね、ノーチロイドという生物の化石なんですけれども、このノーチロイドの化石がだいたい同じ方向を向いて並んで出てくるわけですね。なんででしょう。それは水の流れの中でこれができたからっていうふうに考えられます。水が引いていくときですね、みんな同じ方向を向かされてしまうわけですね、水の中で。これが先ほどちょっとお話しした新しい研究の成果なんですけれども、ノアの洪水の時に大きな水のうねりが6回あったっていうふうに考えられます。世界中の地層がですね、6回の大きな水のうねりでできているっていうことが大体分かってきました。これはメガシーケンスって呼ばれるんですけれども、左側はオレンジ色の部分ですね。これは進化論者たちが考えているこのメガシーケンスですけれども、右側の紫色の部分、これは聖書に基づいて考えていった水かさの増し方ですね。一番下がソーク、 SAUK ですね、ソーク。その上がティピカヌー、カスカスキア、アブサロカ、ズニ、テハスっていう名前が付けられていますけれども、6つのメガシーケンスですね。メガシーケンスっていうのは大量の地層の一塊って考えたいですね。でこの、ソーク、ティペカヌー、カスカスキアのあたりはほとんど海の生物の化石しか出てきません。ということはこの時はおそらくノアの洪水が始まったばかりで、海の中の生物が土砂の中に埋められていったっていうことが考えられます。で水かさが増していくわけですね。150日かけて水かさが増していく、いったっていうことが聖書に書かれていますけれども、で最高潮に達したのがこのズニと呼ばれる部分ですね。一番上から2番目のところで、一番左側にこう曲線がありますけれども、それが水かさを表しています。一番左に行くほど水かさが増していった状態ですね。で6回の大きな水の満ち引きがあって、その中で地層もできていったっていうふうに考えられます。まあ、詳しくは今話している時間がないので、また機会があったら話をさせていただきますけれども、またニュースレターにありますのでご覧になっていただければと思います。まあ、いろいろ化石の森と言われているもの、これは私が中学生の時ですかね、何千万年も前に化石の 森というのがあって、森がそのまま化石になったんだということが言われました。しかしセントヘレン山が噴火した時、スピリット湖にですね、最初丸太がたくさん浮かんだんですけれども、何ヶ月か経つと木が上にこう立ち始めたんですね。でそのようにしてそのまま地面に埋まっていって、それでそれこの化石の森と同じようなことが起こりました。結果としてこの化石の森っていうのは実際は森じゃなくて、洪水が起こったらこういうことが起こってしまうんだっていうことが分かりました。時間が足りなくて、私の話し方が長すぎたんですかね。まあ、いろいろお話ししたいことはありますけれども、ノアの洪水があったら何が起こるか、今日の地層、地形、
化石、石炭、石油、そういうのができてしまうということですね。はい、また明日続きも含めて話したいと思います。それでは一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。聖書には誠の歴史が書かれています。世の中の人たちは主を信じないのと主を認めないために誤った歴史しか考えられませんけれども、私たちは聖書を通して何が起こったかを知り、それに基づいて検証することができます。主がすべてのことをなさったことを感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、お疲れ様でした。